今日ご紹介する簡単レシピはナスとオクラとパプリカのマヨチーズ焼きです。とっても美味しい一品です。ご紹介します。今回2人分のレシピのご紹介になります。今回長ナスを1本使用しましたが、通常のナスの大きさであれば、2本使用してください。ヘタを切り落として1センチ幅ほどに輪切りにカットしていきます。カットし終わったナスを、10分ほど水にさらしてアク抜きをします。その後しっかり、水気を切ってください。オクラを5本使用しています。オクラが入っていた熱湯の袋の方でオクラの表面をこすって、産毛を取り、ヘタを切り落として、食べやすい大きさにカットします。私は1本を、斜め切りに半分にカットしました。今回たまたまちょっと小さめなカラフルなパプリカがあったので加えました。通常のパプリカの大きさだと1つで大丈夫と思います。こちらパプリカの方はお好みで入れても入れなくても大丈夫です。ヘタを切り落として、食べやすい細さにカットしていきます。次にソーセージ3本を、5ミリ幅ほどにスライスしていきます。ベーコンでも、大丈夫です。次に耐熱皿にナスとオクラの方を並び入れて、ふんわりラップをして600ワットで4分加熱します。ナスとオクラを加熱し終わったら、出た水分の方をキッチンペーパーなどで少し拭き取り、カットしたソーセージ、パプリカなどを、その上に乗せていきます。次にパルメザンチーズ、粉チーズの方を大さじ1杯全体に、行き渡るように振りかけて、マヨネーズ大さじ3杯から4杯、お好みの量で構いませんが、こういう感じで全体にかけていきます。私はマヨネーズ好きなのでたっぷりかけました。次にとろけるチーズをお好みの量適量振りかけて、ブラックペッパーもお好みで適量を振りかけて、250度のオーブンで10分焼いていきます。はい、皆さん完成しました。コンプリートルックスデシャス、とっても美味しそうに出来上がりました。いい香りしてます。簡単でやみつきになっちゃう美味しい一品です。お酒のおつまみにもぴったりです。もしよかったらぜひ作ってみてください。今日もありがとうございました。 Thank you so much.